はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。1クラス1回限り使えるロマサガ2シーズンファイナルということで、ジェラールの続きからやっていきたいと思います。で、今回はノエル戦からですね、セルフバーニングを覚えたんで赤流派はとりあえず止められるということなんで、あと LP もね、なんか若干減ってきたんだよね、あの鍛えてる間に。ダメ、命をよこせ。で、ま、ジェラールはまず普通に攻撃するでしょ。でアリエスはちょっと水舞いを覚えさせたんで防御力アップを使っていきましょう。ま、まず戦闘のペアで流し入り返されるとちょっと嫌なんだよね。で水舞いを一応ジェイムズにもかけておくか。あれ、なんか覚えた、青龍剣、あ、入った、よしよしよし。これカウンターされたらかなり厳しかったかな。水舞いどんくらい上がるかはちょっと分かんない正直。防御力が、お、今回カウンター回だったから、カウンター回でもカウンターされなかった。まあ、カウンターも 100% じゃないからね。で、あとこの水舞いが重ねがけ意味あんのかどうかっていうところだよね。あ、ちょっとです。え、変わんなくね、流し切りも青龍剣も。まあ、こっちは腕力を下げる効果があるよっていうところで、まあ、青龍剣にしとくか。ジェラールにも水舞いかけておこう。どんくらい防御力上がるのっていうのは疑問だけどね。これはカウンター食らったな、やっぱりな。一体800とか。やっぱり無駄だ。攻撃あるのみな、火力で押し切ろう。とはいえ蘇らせないといけないんで、テレーズも攻撃に入ろう。百花繚乱までもちょっと怖いんだよな、ビーストスレイヤーで。いって510とか、交流剣、死んでいくんだったら問題ない。回復できないで2人死ぬとちょっと厳しいんだよね。だからやっぱり2人死ぬのは勘弁してほしい。青龍剣よし入る。1600か、結構いいじゃん。流し切りよりは攻撃力は高いと思う。で意味あるか、ジェラール回復させとく。マックスではないんだけど、マックスではないんだけど、どうせ一発で死ぬからいいや、攻撃しよう。太陽光線、これが800くらいいくよね、842。普通の攻撃で400近いかな。まあ、ウィンドカッターも500いくから、悪くはない、といえば悪くはない。テレーズとね、ジェイムズが割と LP 危険なんだよね。特にジェイムズはこれ簡単でね、殺される恐れが高いんで、間接攻撃を持ってないから。3か、3はちょっと厳しいな。いや、これはね、もうちょっとなんか火力の高い技があれば、てか武器がやっぱり弱いから。お、今回はカウンター回だったか。なんか順番とかあるから、攻撃する順番、それがあれば対策めちゃくちゃ立てやすいんだけどね。カウンター回だけ防御しときゃいいんだから。いや、カウンターだこれ。やべえ、ジェームズがマジでやばい。この戦い生き残れたらちょっとジェイムズ回復させないとな。引く気はないようですね。引く気はないよ。ヒートハンド
で次は全員セルフバーニングかけないとまずい。全滅するから普通に。でセルフバーニング攻撃しよう。ちょっとでもダメージを与えるそうです。ベアはセルフバーニングで、セルフバーニングビーストスレイヤー。よし、まずこれでジェダール入ったでしょ、ジェームズも入ったでしょ。全滅することはまずなくなった。サラマンダークロー423月光で蘇らせて、まあ、ベアは全然余裕だから。一斉流剣ビーストスレイヤーで月光で蘇らせても最悪赤流派で殺されるからね。セルフバーニングを早々にかけないと。ソバット結局スポットで死ぬ。やべ、1しかねえ。これ蘇らせてもさ、赤流派が来たら死んでしまうぞ。まずベアは自分にセルフバーニングをかけなきゃいけない。お、なんか覚えた。ラクオハ、これ強い。510普通。痛い。待って、まず月光でしょ。324ウィンドカッターで絶対セルフバーニング。待って、ラクオハのがいい。ソワット、え、ミキタ、よっしゃ。ナイスだ。今回かなり立て直しができる。で月光で蘇らせて、まあ、ウィンドカッターとね、ラクオハでもちょび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 与えられるから。でベアは間違えた、ポールじゃねえよ。セルフバーニングかけておいてのジェイムズが青龍剣、これカウンターしてくる。燃える青龍剣入れ、入った、よし。てか倒した。いやきつい。ちょっとジェイムズこれ生命力回復使わないと死んでしまう。ガチでめっちゃ上がる。あ、3000だからね、何にもない。あれ、いや、あれっていうか違う、そう、何にもないの。イベントは何にもないんだけど、本当に何にも言わないんだねっていう。 LP が14。うわ、ジェイムズに2つくらい使うか。ロックブーケ戦があるんでね。でこっからサラマットに行くんですけれども、サラマットに行く方法は2つ。船でヤウダを経由してサラマットに行くか、まあ、ステップというかサバンナか、サバンナからサラマットへ行くか、まあ、どっちでもいいっちゃいいんだけど、こっちを経由していきますか。でサラマットって思ったんだけどさ、アマゾネスのイベントを進めないで、もちろんアマゾネスはイベント進めらんないんで、ロックブーケだけ倒しても大丈夫だよね。こんなんしやがった。もう今 LP は減らしたくないからな。とりあえずほら、ロックブーケが捕らえられている塔に行って、でロックブーケのお願いを聞くと守護者と戦わなきゃいけないんですけど、ロックブーケのお願いは聞かないでやるとロックブーケと戦闘になりますと。それを利用してロックブーケを倒す。エイルネップか。そうか、まずは前哨戦でこいつがいたな。ただの敵だからいけるっちゃいけるよね。全力ではもちろんいくけど、太陽光線、青龍剣、何結構強いな。吸血294、やべえ。ベアが死ぬこと自体は大丈夫、まだ上と下の4と4だかんね。てか強いぞこいつ、普通に2ターンで蹴りがつかないとまずい。いや強い、本当に強い、こんな強かったっけ。これ青龍剣で決めらんないと。よし決まった、ロックブーケ倒せるか。では
ロックブーケ、私を助けに来てくださったのね。違う、お前を殺しに来た。強いモンスター、そんなの何ともできん。何ともできないなんて嘘で、もちろんロックブーケ一番厄介なのがテンプテーションなんですけど、テンプテーションは霧隠れでなんとかなるで、見切るまではちょっと霧隠れを使って隠れてる。霧隠れ自体は他人にかけられるんで、テレーズはジェラールにかけましょう。だ先にちょっと霧隠れを打ってくんないと困るんだよね。よし、まずジェラール、体力吸収300中に死んだ。まあいいや、回復する分には大丈夫なはずだから。早めにテンプテーション見切ってくんないと困るんだよね。よし、これでテンプテーション対策はバッチリで、月光で蘇らせて、あとはちょっと防御だな。テンプテーション見切った。よし、ジェイムズさえ見切ってくれれば、あとは清流剣で押し切る。ちょっと君たちは防御、アリエスも防御で、ベアも防御で、ジェームズが攻撃OKになったんで清流剣で、テレーズもいけるよね。というわけで百花繚乱、まあ、これ800くらい多分当たる。よし、 OKOK 見切れ。よし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 、1800とか強いな。でこいつもまだダメで、ベアは攻撃を受け、交流剣、清流剣、百花繚乱、テンプテーション無駄、見切ってくんなかった。テンプテーションずっと使ってくんねえかな。あ、テンプテーション対策さえできればロックブーケはなんとかなるはずなんで、食らったら回復しよう。隠れてる組がテンプテーション見切らない、ダメだ。いやでもこの2人を見切ってくれたのはかなりでかい。ダメージソースになるからね。でダメージも減ってるわけではないので、攻撃あるの、ほら、ギャーハハ、やべ、これやばくね。うお、たぶん170とか。やべ、一気に形勢がまずくなった。待って、月光で蘇らせる。ちょっと元気の水を覚えてね、アリエスが。これはちょっとまずいぞ。一気にまずくなったな。百花繚乱しかやることがない。よかったら400食らうかよ。傷薬とか、まあ、再生されたのはしょうがないけど、アリエスもあれっていうか、ジェラールなんで攻撃しなかったの。清流剣で月光は別に出てこないはずなんで、体力吸収335。ちょっと体勢をマジで立て直さないと。999を回復されていくから、今のところ回復量がかなり上回ってる。よみがえれ、てかテンプテーション使ってこい。上手かった、強えんだよな何気に。テレーズの命が失われたとしても、もうこれで年代ジャンプするんで最悪大丈夫。71、一応回復させて、テレビいくつだった今、あと1しかねえじゃん。交流剣と清流剣さえ入れば、よし、テッペション見切った。ジェラールは見切れない。なぜ見切れないかというと、こいつは人魚にうつつを抜かしていたからな。女には点で頭が上がらない、それゆえ見切れない。お前はもう防御してろ。でウィンドカッターも多少のダメージソースにはなるはずなんで、
まあまあまあ悪くない。ウィンドカッター返し400、完全回復役だな。テンプテーション、ダメだ、本当に見切れねえな。ジェラール、百花繚乱、よし、ウィンドカッターも、まあまあまあ悪くない悪くない。これはもうそろそろ押し切れそうだっけ。なくなっちゃったよ。楽王派よーし、オッケーオッケーオッケー。ヒットポイントアップ。お前何なんだジェラール。犠牲者も出さずに戦闘を終えることができたんで上々ですね。七英雄ロックブーケを倒しサラマットを勢力下に遠い異国の地が。そして250年、250年が一番マックスなんで。で誰にしようか。フリッツでも皇帝にしておく。いや待て、あれだな、アマゾネスをせっかくだから仲間にできる状態にしておきたいんだけど、そうだな、多分話しかけないと皇帝の候補者には出てこないよね。術系って結構余るっちゃ余るんだよね。リリーちゃんにしとこっかな。まあ皇帝割と魔力できてるから今回はリリーちゃんでいこう。フリーメイジ魔力20+2、結構高いね。なんか絶望してんだけど。よしやりましょう。でできることをまずやる。アバロンの木50万円、340万、いけるな。大学とかって作れんの？作れなさそうだな。まだ南バレンヌをそもそも統一してないからね。で南バレンヌ統一してないから情報屋さん大したこと言ってこないよね多分。鉱山とかの話しか出てこないし。ヒラはいやこれだけだ。でできれば今回はなるべく人を少なめで行きたい気はするんだよね。まあ、一人旅はさすがに厳しいとしてもなんか開発しとこう。ガーターか、ちょっとガーターはいらない。ってなんか覚えられるんだっけ陣形。フリーファイトダメだ、こいつは何も覚えらんねえ。どうしよう、インペリアルクロスで行くってことはやっぱり前衛が一人欲しいな。3人とかで今回なんとかなんねえかな。ジェイムズ系帝国系総歩兵、フリーファイター入れるかな。そうかな、まあ、ちょっと悩みながら決めていきましょう。でロックブーケ倒したんでエールネップにみんな戻ってきてるんですよ。お母さんが帰ってきた。バーにいるんだったっけな。あ、いた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 。ロック武器がいなくなってやっとみんなが一緒に暮らせるようになった。あなたの力。ジャンヌ弓が使えます。え、こいつ弓なの。槍だと思った。だから器用さが高かったんだ。そういうことか。前回シーズン2、ここからジャンプしていきたいんだけど、守護者とかいんのかな。いる。じゃあせっかく来たんでサバンナも統一しとくか。ハンター制圧完了。仕事が早い、今回の工程はマジ仕事が早い。
よし、重い鎧は開発しよう、80万。で、弓要員もそこそこいるんで、今回ハンターも仲間にしたから、とりあえずいいとこ。あとはジェシカ。証券。できればこの3人で行きたい。で、今回はこいつも仲間にしていきましょう。手助けしよう。3人で行くから。今回の目標は3人で乗り切る。で、南のダンジョン。これ、ダンターク行ったらどうなんだっけ？逃げ帰ったよね、確か俺。ストーンシャワー。これめちゃ強いから。異常なんだけど、火力が。よし、ダンダーグはいない。土の精霊、土の精霊にストーンシャワーって効くの？そもそも。おい、先手が取れないともう厳しいんだよな。いや、うぜえ。土の精霊早えな、行動が。スネークショットで倒せる？倒せない。やはりストーンシャワーを発動させるしかないか。いや、最悪なんだけど、こいつらめんどくせえ。いや、早えな、マジで早えな。ストーンシャワーさえ入ればもう一発なのに。よし、入った。消えろ。手こずらせやがって。まったく。我が勢力下に入れ。いや、この皇帝はマジで制圧力がある。ストーンシャワーでどんどん地域を治めていく。まだだよね、さすがにまだだよね。あ、大学作ろう作ろう。200万、竹で、白銀のチェル。次、金がなくて開発できねえんだけど。軽い鎧はいけるか。やっとこう。で、今宝石鉱山がモンスターに襲われてるから、ちょっとここをクリアしないと収入源がだいぶ低いんで。あれ、そういや、ここボスだったか。ボスっていうか、マジ強すぎるこいつ。破壊しよう。で、持ってこう。待たせたな、キャットよ。ご無事で。お前は250年近くここで待っていたのか。その苦労に報いよう、今こそ。さあ、そして運河要塞のボス。ボクオンが一番雑魚だからね。お前らもここで250年間ずっといたのか。脳天はやべえ。ディディちゃんがやられると終わるから。やべ、死ぬ、死んだ。いや、しかし他のやつでもなんとかなる。圧倒的力を見せつけてやろうと思ったのに。一文字作りいこう。百花竜乱。先手が取れないと無理だな。全滅することはまずない。倒した。帯を取らせよう。毎回言うか。そう、抜け目ないのね、クスクス。そう言うんだ。ビクトール運河を取り戻した。ようやく南バレンヌ統一したよ。まだか、まだいけるか。いいね、省エネ工程だな、マジで。あ、そうか、カンバーランド、ビクトール運河、どっちかだな。もう年代ジャンプするからね、次で。3人でいけるところとすれば、武装商船団やっておきたいんだよな。もうカンバーランド滅亡してもいいや。滅亡しても別にホーリーオーダーは仲間にできるんで、まあ、たまにはね、滅亡した方のイベントも見ていきましょう。
そんなわけで回収できるかな。あ、回収した。よしよしよし。リジットレザー固定80万いけるな。よし、金完全になくなったな。これ支配下に入れ。やってやるぜ。支配下に入れ、やってやるぜ。貴様ごときが勝てると思うな。ストーンシャワー、ガチで強えんだけどこいつ。行くぜ野郎ども、出航だ。こいつよく船運転できんな。そんなに難しくないのかな、船の操縦って。ロンギット海、これって普通に全員戦うんだっけ。話すとちょっくら話してみよう。敵だ、戦うわ。バイカー、普通にモンスターじゃねえかよ。え、マタドールか。さすがは帝国だな。そうだな、降伏を認めよう。キタロンギット制圧か。ちょっとこいつめちゃくちゃ制圧したな、一人で。まあ、ジェラールも頑張ったけどね。63年後、もう終わった、早い。じゃあどうしますかと言われれば、またハーバートか。ハーバート結構活躍するな。ハーバート皇帝で行こう。はい、いかんせん今ね金がないんだよ。まあ、帝国の大学とか作ったけど。頑張りましょうハーバート皇帝。ちょっと金だけチェックする。20万しかない、何もできん。よし、じゃあさっきのね、あのフリーメージ皇帝はだいぶ節約皇帝だったんで、3人でねうまくなんとか回したんで、またこっからちょっと本番でいきたいと思います。こっからが本番だね。多分カンバーランド滅亡してるんで、63年経っちゃったから。内乱の後大臣のサイフリートが実権を握りましたが、反抗勢力は町に潜伏している。壊滅っていうわけではないのか、まあ、まだレジスタンスが頑張ってますという状況なんで、まあ、そっちの方もね、手をつけていければと思います。そんなわけでじゃあ次回はハーバード皇帝でやっていきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。